わってエリアの話題をお伝えしますわが町レポートのコーナーです。今日のラインナップこちらです。どうぞ。農耕体験学習さつまいもを作ろう。そしてもう一本はキッズサッカー大会の様子をお送りします。それではどうぞ。宮崎歴史文化館でさつまいもの収穫体験が行われ、親子およそ20組が参加しました。子どもたちに日本の食文化っていうのも考えてですね、農業を体験してもらおうというのが一つあります。それから土に親しむ、そしてもう一つやっぱこれ一番かなと思うんですが、親子の触れ合いをですね、この場で深めてもらうと、そういう狙いでやってます。体験学習は今年5月に始まり、参加者たちは土を盛り上げる畝作りの作業や苗植えなども自分たちで行ってきました。自分の手で作業した分だけさつまいもの成長を実感していました。またこの日は焼き芋の筆前も行われ、参加者たちは収穫経験だけでなく秋の味覚も楽しみました。やっぱり生き生きしてると思いますね。普段テレビゲームとかね、そんなんばかりになってるところもありますので、非常にいい経験だと思います。おいしい。日頃体験ができない芋掘りを体験できたのでよかったです。かまり切ったりとか、まあ、他には芋を素手で取ったりとか、そういうところが面白かったです。さつまいも作りを通してさまざまな経験ができた体験学習、親子の絆を深めながら自然とも触れ合える素敵な体験となったようですね。第3回 MCN 宮崎ケーブルテレビカップジョイ FM キッズサッカー大会2015が宮崎市高岡交流プラザの多目的グラウンドで行われ、県内各地から6歳以下の未就学児で構成される19チームが参加しました。この大会はサッカーを通して家族の絆を深め、心も体も大きく育ってほしいと開かれています。開会式の後、まずはチーム対抗の PK 戦が行われました。得点が決まったりナイスセーブが出るたびに子どもたちは笑顔を見せていました。 PK 戦が終わるといよいよキックオフ。試合は前半後半それぞれ6分間で1チーム7人制で行われました。団子状態になりながらも子どもたちは懸命にゴールを狙います。接戦の中、得点を決めた子どもは大喜び。保護者からは大きな拍手や歓声が起こり、会場は大いに盛り上がっていました。今日はサッカー楽しいです。サッカーやって楽しかったです。2点決めました。気持ちの良い秋空の下、元気いっぱいプレーした子どもたち、世界で活躍するプレーヤー目指して、これからもサッカーを楽しんでくださいね。いやー、元気のいい子どもたちで、お天気も良くてね、そうですね、気持ちよさそうでしたね。懐かしいなサッカーショーね。僕幼稚園の頃やってたんですよ、サッカー。あら、じゃあやってバーってみんなで走ってたんだ。もうみたらし団子状態になりながらもうやってました。本当に何に団子出るけどやってたんですよね。お団子ついてないかな、でも可愛らしいですよね。そうです、必死にボールを追いかけてる姿がたまりません。盛り上がりますよね、親御さんの方もね。そうそうそう、応援もね、力が入りますよね。スポーツの秋ということで楽しんでいらっしゃる方も多いと思います。さあ、今回宮崎県民共催の協賛で開催された今回のサッカー大会なんですけれども、ケーブルテレビでも楽しむことができます。放送は11月14日土曜日午後2時から3時までの放送です。ぜひ12チャンネルでお楽しみください。はい、そして農耕体験学習ということで、さつまいも今回収穫、自分たちでこう5月から育てて、あの喜びね、出てきた瞬間の、そうですよ、そうですよね。やっぱりですね、あの土を触るとですね、本当にいい子に育つんですよ。で、そうやってやっぱ食育を通して落ち着いて、ちょっと熱くなるからね、どうしたかな。でもね、そういうのを体験できるっていう時間は大事ですもんね。はい、はい、そうです、食育って大事なんですよね。わかりました、ありがとうございます、はい、楽
本当にお衣装でしたね。はい、以上2本お送りしましたわが町レポートでした。